私が人生で大切にしていることは、まずは実際に行動してみるということです。私は要領が悪くて、人よりも何かすることが遅かったり、みんなができるようなこともうまくできなかったりします。だからできないことも多いですが、その分行動しないことで自分ができなかったと後悔するようなことはしたくないと思っています。実際人脈がなかった中で、しかし被写体をやりたいと思って、カメラマンさんとつながるためにいろんな写真展に出向いて、カメラマンさんとつながりを持ったことで、そこから誘ってもらう機会、撮影に誘ってもらう機会もあって、どんどん活動の幅を広げていくことができています。自分のチャンスは自分で掴み取っていかないと気が済まないたちなようで、そうやって偶然やきっかけやチャンスをどんどん自分から作っていけるように、そこが私の原点だと思って、忘れないようにまずは行動してみるということを心がけています。